ここが元評議員のミケロの家だな。誰じゃ？フェアリーテールです。タルタロスがあなたを狙っています。しばらく身の回りを警護させてください。守ってやる。つうか守らせろ。気持ちは嬉しいが、はっきり言って迷惑じゃよ。だいたいどうやってうちの住所を。まあまあ同じ猫仲間じゃない。誰が猫じゃ。狙われる理由について心当たりはありますか？ありすぎてまとまらんよ。わしらに恨みを持つ連中は闇ギルドだけじゃないしね。恨みなんかじゃないわ。絶対に何か別の理由で評議員を狙ってる。思い当たる節はないの。いや待てよ、まさかフェイス。全員伏せろ。あら、全員ぶっ飛ぶ思たんやけどな。現評議員みたいに。タルタロスか。誰やわあれ。フェアリーテールの夏だ。始めるかメイフ狩りを。俺の銃砲は触れたものを爆弾に変える力よ。狩竜の鉄管。お前おもろいやんけ。が一つ言っておくことがあるわ。俺の銃砲は触れたものを爆弾に変える力よ。俺に何回触った？狩竜の鉄管！バカめ！おっと、動かん方がええよ。狩竜の鉄管！お前も学習能力のないやつやな。また俺に触りよったが。コツはつかんだ。コツ？顔。食やいいんだ。ないわ。ないありえへんて。まだこれからよ。いける。もう聞かねえぞ。燃えてきたぞ。天竜のイスメイクコールドエクスタイバーカリュウの結果。熱流奥義ホーリーノバきたカリュウの王冠。俺たちタルタロスが使うのは魔法じゃねえ。重宝、魔法の上位に存在する力。魔導士ごときにゃ加点は爆破とグレンカリュウ君。白竜の鉄拳。俺たちは最強だ。負けはしねえ。人間ごときが俺ら悪魔に上等をくれとんじゃねえぞ。これ悪魔、お前らみんな悪魔なのか。滅べ人間ども。それがお前らの戦う理由か。俺たちは違うぞ。傷つけられた仲間のために戦う。敵は人間でも悪魔でも神でも何でもいい。力を貸してくれラクサス。ライエンジーのゲッだったわね。夏でも相打ちで精一杯。いや勝っただそうです。倒したんだね。なんとか情報を引き出さないと。いや、ほんま参ったわ。ここまでされたんは初めてや。悔しいわ。すまん、教官。せめてこいつらを道連れに落ちるわ。何これ。まさか町全部を爆破するつもり。もう手をくれや。爆弾は俺自身や。死んでも止まることはないわ。地獄で会おうや。どうすれば。このままじゃ町が。そうはさせないぞ。ハッピーハッピー早く逃げて。オイラたちはお前らなんかに負けないぞ。シックスなかった髪。ダメだ、もう息がねえ。そんな。しかしどうやって殺したんだ。外傷が見当たらねえ。おっ、立ち上がって。何すんだよ。不審用ラクリバか。また倒れた。どうなってんだ。やはり死者のマクロではうまく機能しませんわ。誰だお前は。元評議員に何したの。冥府へ向かうお手伝いをして差し上げました。タルタロスか。人間の書く物語など退屈ですわね。私が物語を紡ぎましょう。悪魔の物語を。来るぞリサーナ。エルフ兄ちゃん。違うんだ、体が勝手に。何をした。やめろ、今すぐやめるんだ。悪魔の物語に慈悲という言葉はありません。くそー、よせ。俺の体を勝手に。リサーナ、しっかりしろリサーナ。頼む、もうやめてくれ。頼む。人間が悪魔に物を頼む時、それは悪魔に魂を売る時です。あなたは私に魂を売りますの？ミケロさん、話してください。世界中でこうして町が襲われてるんです。白木さん、ヘイス、わしは何も知らん。本当に何も知らん。フェイス？フェイスは評議員が保有する兵器の一つ。兵器だ。評議員がなんでそんなもんを。で何なんだよそのフェイスってのは。魔導パルス爆弾、大陸中全ての魔力を消滅させる兵器。大陸中の魔力を消滅。それじゃ全魔導士が魔力欠乏症に。それだけじゃない。タルタロスの使う力は魔法じゃなくて呪法だとか言ってた。全魔導士が魔法を使えず苦しむ中で、タルタロスだけが自らの力を使える世界。それはどこにあるんだ。奴らより先に俺たちがぶっ壊してやる。知らんのじゃ。本当に。封印方法は3人の元評議員の生体リンク魔法だと聞いたことはあるが、その3人が誰なのかは元議長しか知らない情報じゃ。生体リンク魔法、3人の命が封印を解く鍵ってことは、タルタロスの目的は。情報を聞き出さなくても元評議員を全員始末すればフェイスが起動できてしまう。いただきます。いいパルファ香りですね。クロフォードさん、早速ですが。私たちはタルタロスを止めるため、まずフェイスを破壊しようと思います。その保管場所をお教えいただけないでしょうか。元議長でも知らない情報を奴らはどうやって手に入れたのでしょう。ならば生体リンクでフェイスを守る3人の元評議員を教えていただけませんか。私たちが全力でお守りいたします。そんな。本人も知らない。ではタルタロスは本当に元評議員を皆殺しに。どうやらお出ましみたいね。家を包囲されている。足音。20人はいる。来るぞ、見ろ。切られたいものからかかってこい。力のぶつけ合いってことでいいのよね。片付いたか。さすがエルザね。それにしても妙だ。エルザもそう思った。元議長という最重要人物を狙ってきたにしては手応えがなさすぎる。どう見てもただの兵隊だ。エルザ、どうしたミラ。私、ミラ、さすがです元議長。一度ギルドにご帰還ください。どうしたの夏、急に。急げハッピー。どうしたの夏。くそ、なんで気がつかなかったんだ。誰も現評議員でさえ知らないはずの元評議員の住所、それにフェイスのことも。タルタロスはなんで知ってんだ。誰かが評議員の情報をタルタロスに流してんだ。誰かってわからねえけど、評議員全員の情報を持ってる偉いやつ。エルザー、ミラー。いや、2人の匂いが少し残って。何があったんだ。ここハーブの匂いが強いね。この匂い睡眠薬だ多分。もしかしてエルザとミラは眠らされて。くっそー、元議長はタルタロスの仲間だったんだ。だからフェイスのことも元評議員の住所もタルタロスに知られた。エルザとミラは捕まっちゃったのかな。必ず見つけ出す。ドラゴンの腹をなめるなよ。目が覚めたかな。これは。ようこそタルタロス。タルタロスだと。ミラは、元議長は。元議長は我々の同志だ。計画成功後に再び評議員の議長となるだろう。そなたらは元議長の罠にかかり我々に捕獲されたというわけだ。元議長が裏切るはずなど。無駄な抵抗はよせ。その拘束具は魔風鉱石でできている。つながれている間はいかなる魔法も使えん。ミラは、私の仲間はどこだ。殺してはいない。こなたの下僕にするためにこれから肉体を改造する。やめろ。そうわめくな。そなたには聞きたいことがある。ジェラールの居場所だ。そなたらが親密な関係なのは知っている。なぜジェラール？どこにいるか言え。こなたの魔は人の感覚を変化させる。そなたの痛覚は今極限まで敏感になっている。いいえ、知らない。フェイスの封印を解くため我々は元評議員を皆殺しにするつもりだった。だがようやく封印してる3人の元評議員の名が判明したのだ。うち2人はすでに死んでいた。残る1人はまさか。ジェラールが死ねばフェイスの封印が解ける。そんな。おっと、少し口が滑ったな。これでは知ってても教えられんか。知らん。本当にジェラールの居場所は。ジェラールの居場所を言えばミラ・ジェーンを返そう。言わねばそなたもミラ・ジェーンを死ぬ。本当に知らないんだ。頼む、ミラを助けてくれ。そうか、もう少しこなたを楽しませてくれるのか。3人の封印者が判明したのですか？そうだ、元議長のスーパーアーカイブがすごい魔だと認めざるを得ない。ではこれ以上無駄な殺生はせずに済むのですね。3人のうち2人の封印者は今までの標的の中にいた。残る1人はジェラール。こいつを見つけ殺せばフェイスは起動する。フェイス、魔導パルス爆弾、とても恐ろしい終末の兵器。しかし我々にはそれが必要なのだ。ええ、分かってます。ジェラールさんは見つかりそうなんですの？エルサ次第だな。鏡花様は口を割らせるのは得意ですものね。そなたのマクロを使う手もあるが、それでは面白くない。それよりもフェアリーテールにこれ以上邪魔はされたくないな。そこはお任せを。妖精の最後にふさわしい物語を用意しております。来い、セイラ。久しぶりに可愛がってやる。鏡花様。ここで間違いねえ。元議長の匂いがする。エルザとミラを探さなきゃ。